はい、こんにちは、新山です。いつもありがとうございます。今日はですね、麺屋花火の高畑本店、こちらに来てます。ですね、テイクアウトだとかこれからの商品のために炒めだれを今日ちょっと考案しようと思ってきました。では作っていきたいと思います。はい、本店の店長宮君、はい、どうも。ほら挨拶しろよし、うん、はい、 OK、 今味見するね。これね、万能の炒めだれをちょっと作ったんですよ。ニラ玉をこれで誰でも美味しく作れるように、多分ね、もう OK だと思うな、これで。こんな感じでまず卵を焼いて、ふわふわふわーっと、うん、この時に卵を固く焼きすぎないようにちょっと半熟を残す、はい、これぐらいで一回、お皿に逃げます、はい、そしたらもう一回油を敷いて、これ油の量 20cc、 大さじ1杯ぐらいで、肉から焼きます。肉に火が入ったらニラを入れる。そしたらこの特製の炒めだれを一杯で、胡椒少々、ここに卵を戻し、ざっくり、ここはあんまり卵をバラバラにしないように、ざっくり、半熟だった卵がここでだいたい火が入る。はい、こんなもんで火を止める。で、ごま油を一回しして完成。はい、ここね、超卵たっぷり。よし、これね、いや、これ結構いい仕上がりだよな、ニラ玉。うん、何なんだよ本当に。はい、これさっき作ったニラ玉ですね。麺屋花火高畑本店で試作、今から味見します。あ、来ました。いいんじゃないこれ。来ました、うん、あ、やっぱちょっと甘みを増やしたから、タレに。それが良くなった。うん、うん、一番最初のやつよりちょっと軽くなって、うまみと甘みが増してる。チャーシューから豚バラにしたことでもっと食べやすいな、これ。あ、うまい。
今回、まあどうぞ。さっきよりちょっと柔らかくなったよね、印象が。いい感じ。あざーす、あざーす、あざーす。なんとこの白飯にニラ玉を乗せるニラ玉丼ぶり、これねもう絶対美味しいはずなんだよね。こんな感じで、うわーうまそう。これどう、これをこうやってちょっと混ぜてかき込む。やばい、これめっちゃうまい。絶対あり。ちょっとね、ニラもやつ来てるからね。油目合わせして、ここに1本にして、まずは肉をこんな感じでパッパッパッ、この時にちょっと生姜入れる。すぐにタレを大さじ1杯で、胡椒半分で、味の素少し、はい、一応たたけるから油を、これではいいですけど、こっちの方が絶対美味しい。さっきのはタレの味を確認しただけで、これが炒め物。よし、見つけた。どうだろうな、さっきのはタレの味を確認しただけで、これはもう普通に炒め物になってるんで、香りが全然違うでしょ。いい、マストーマー、マストーマー、めっちゃうまい。よし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 、オッケー。だいたいこれだったら慣れてくれば1分あればできるからね。やってみます。ちょっと食べてみよう。おぼどう、うん、熱いだろ。
うん、オッケー、いいよね。よし、これね、ちょっとみんなで試作しよう。うん。はい、ということで今日はですね、炒めだれを作っていきましたけれども、ニラもやしとかニラ玉とか、まあ結構いいものが出来上がったと思います。みんな簡単に美味しい炒め物が作れると思いますので、ちょっと安心しました。はい、またこれ、お家で簡単系もやろうと思ってますんで、炒めだれでね、その炒めだれのレシピもお家用に簡単に紹介できるようにちょっと試作しています。それではまた失礼します。バイバイ。